この時間はマンチェスターユナイテッド対パルマ、こちらの一戦をお届けいたします。マンチェスターユナイテッドのホームオールドトラフォールで今日のゲームは行われます。100年以上にわたりクラブの栄光の歴史を共に歩んできたこのスタジアム、スタンドはレッドデビルズの勝利を信じるサポーターたちの熱気で満ち溢れています。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、打った、マンチェスターユナイテッド早くも1点先制と幸先いいですね。いや、リードしたってことも大きいですけども、やはりそれ以上に時間帯がいいですよ ね。ゲーム立ち上がりから自分たちのサッカーがしやすくなるということですよね、はい、主導権を握る意味では大きなゴールになりましたよね。マンチェスターユナイテッドは今のようなインターセプトが非常に得意ですね。そうですね、しっかりパスコース予測できてますよね。マンチェスターユナイテッドはインターセプトが得意なチームという情報があります。これについてどういう対処をすればいいんでしょうか。そうですね、攻撃がワンパターンにならないように心がけることですよね。インターセプトされるのはこちらの攻撃だ。アルム、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。右へ預けてサイドを走る、低いボールを入れる、直接行ってしまいました。ジョルディ・アルバ、アルバとしてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。セルギオ・ブスケツ、マンチェスターユナイテッドは先ほどから細かくパスを回すシーンが多いですよね。そうですね、狭いスペースでうまくトライアングルを意識しながら回してますよね。攻め急いでいないので様子を伺いつつ、はい、相手を揺さぶってチャンスを待っているんですよね。なるほど、攻め急いでないというところですね。そうですね、ベッラッティ、ヘペックからアンドレア・ベロッティ、これをカットします。ベースを狙う、このパスが抜ける、コース空いた、スーッと、ラキティッチ、ワイナルドゥム、セルヒオ・ラモス、カンテ、この試合アシストを記録しています。トルーズボール、やや危ないようにも見えましたがレフリー取りません。この長いボール縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、抜いた、立て直し、裏を狙う、仕掛けるか、上げてくる、大きく縦へ、リカルド・クアレスマ、ロングフィードで狙う、トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。縦へのボール、ラキティッチ、バチュワイ、アンドレア・ベロッティ、左サイド上がります、自分で行く、さあ打つか、体を張ったプレー、コーナーキックです。このファーストハーフ最初のコーナーキックはマンチェスターユナイテッド。さあボールを追う、バチュワイ、裏へのスルーパス、
ラキティッチ、素晴らしいパス、ここさらに来る、まだある、さあカウンターを仕掛けます。さあここから持っていく、スルーパスを出す、抜けてくる、縦にボールを送ります。プレッシャー、アンドレア・ベロッティ、サイドを使う、アンドレア・ベロッティからリガルド・クアレスマ、どうだ、クロス、シュート、マンチェスター・ユナイテッド追加点決めます。これで2点差。ただいまの得点、中盤でイガットからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めてます。ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。いや、この2点目はね、これが終わるんじゃないかなというところでね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ持ってくるでしょうか、わからないですよ。マンチェスターユナイテッド対パルマ、では引き続き試合をお楽しみください。後半キックオフです。後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、インモービル、スルーパス、ペペ、さあ左へ預けて、ムバッペからアンドレア・ベロッティ、裏へ出るか、ここでファールがありました。ペルトンゲン、今のファールには注意があったようです。そうですね、まだ時間があるので慎重にいきたいところですよね。素晴らしい反応でした、ノイヤ。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。ペルトンゲン、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。セルヒオ・ブスケツから右へ、仕掛けるタイミングを図る、シュート、中田、ここも固い守りでボールを奪います。マンチェスターユナイテッド抜けてきましたよ、と旗は上がっていません。ベロッティ、いや、北澤さん、これナイスセーブでしたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね、ファインセーブですね。ここで見せてくれました、ノイヤ、このクリアボール次へつなげたい。右サイドを振ってどうだ、これを拾いたい、パルム、グズボールになる、これは旗が上がっています。パルマとしてはそろそろまず1点返したいところですよね。これはアーリー、タイミング合いませんでしたね。ボールはモラタへ、さあ繋がるか、つながります、クロスを選択、長いボール縦へ、ラキティッチから右サイド、裏へ届くか、長いボールを送ります。ムバッペ、裏のスペースを狙う、カウンターを仕掛けます、スペースを狙う、いけるか、抜けた、素晴らしい、
チェスターユナイテッドとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なんでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択しているんですよね。とボールは裏のスペースを狙うカンテ、うまいですね。上がっていく左サイド、プレスからボールがこぼれる、レジェリ、ここでファールがありました。このクリアボール拾いたい。ジョルディアルバ、ここはすぐ奪い返します。アルバ、届くか、このボール一気に前線へ上がっていけるか、シュートに行くか、中に入れる、さあ一気にカウンター、リカルド・クアレスマ、スルーパスを狙う、アップオフサイドですか。アルマンが最後のカードを切ります。大きく縦へ、ボールの奪い合い激しいものがあります。またファウルか。縦へのボール、モラタ、この柔らかいパス、さあどうする、自分で行く、サイドのスペースを使います。さあジョルディ・アルバイ、これですよ、前へのボール、長いボールを送ります。カウンターを仕掛けていきます。緩いボール、リカルド・クアレスマ、セルギオ・ラモス、リカルド・クアレスマ、アンドレア・ベロッティからセルヒオ・ブスケツ、アディショナルタイムは2分という表示。シャドリックからモラタ、裏へのスルーパス、カンテ、さあ左サイドへ抜けてくる、ボールがつながる、これファール、カードをもらうかもしれません。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。さあね、直接クロスバー、クリアなさい、おっとゴールライン終わったところで長い笛、2回でパルマ、残念な結果となりました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。パルマとしては2点とも前半の失点でしたから、立て直す時間は十分にあったはずなんですよね。最後まで流れをつかめずに終わったというのは非常に残念ですね。はい、ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。パルマが2対0で敗れています。